アレクサンデル2世は、第156代ローマ教皇、イタリアのバッジョ出身、ルッカで司教を務めた。前教皇のニコラウス2世が神聖ローマ帝国と対立したため、皇帝ハインリヒ4世の聖母で摂政のアグネスは、対立教皇として、ホノリウス2世を指名した。ニコラウス2世は1061年6月に重病と成り式を悟ると、 シチリア王国やノルマン人の支持を得て、イタリア人のアレクサンデル2世を磁気教皇に指名したが、対立教皇のホノリウス2世は神聖ローマ帝国の後押しを得て、イタリアで金をばらまき、かなりの支持を得た。このため、両教皇を支持する軍隊が、ローマで激突したが、ロレーヌ公ご同フロア3世が仲介に乗り出し、なんとか両教皇の対立を解消している。教会改革のため、 全教皇からの側近、ペトルス・ダミアニとヒルデブランドを登用した。また、ノルマンディ以降ギオーム2世のイングランド侵攻を支持、ノルマン朝を開くきっかけを作った。しかし新生ローマ帝国とは対立が続き、これに対抗するためにコンスタンティノポリス総主教に援助を求めたが、失敗した。1073年4月21日に死去。 在位は11年半と22日であった。ヒルデブランドが次の教皇に選出、グレゴリウス七世となった。ありがとうございます。